オフィスまゆみのまなーちゃんです。イエーイはい、今日も今週もやってきました。今日はですね、納税日本一のもう超ね有名な、納税日本一の斉藤ひとりさんの生声が聞けるコーナーとなっておりますので、ぜひこの動画最後まで見てください。ということで、もうねだいぶこのコーナーも人気が出てきまして、はい、いろんなね納税日本一の斉藤ひとりさんのお話がね最後聞けるんです。毎週ね聞けるんですけれども、はい、まあ初めて見てくださった方にも方もいらっしゃると思いますので、その方に向けてお話しすると、まあどんなコーナーかっていうと、まあ簡単な、見てる方も参加型の動画になっておりまして、はい、今からですね人生相談のお題と言ってるんですけど、まあ大体人生相談、まあお仕事だったり人間関係だったり家族だったりの、相談が多いんですけど、その相談をお題として、で、見てる皆さんも自分がそんな相談されたらどう答えるかなっていうのを考えて答えを出してもらって、で最後に納税日本一の斉藤ひとりさんはどんな答えを出すかというのが最後聞けるというね、すごいコーナーとなっておりますのではい、ぜひね、なんかその自分の答えを出すっていうことをするとね、自分の悩み事がすぐ解決できたっていう方が結構いらっしゃったりとか、悩み事なくなったっていう方もいらっしゃったりとかするので、ぜひなんかね毎週挑戦する気持ちでやってほしいなと思います。はい、では、そのねお題を読みたいと思います。はい、今日は家族のご相談でございます。はい、では行きますね。私は現在実母と夫と小学6年生の息子と暮らしています。かっこ高校生の息子とは別居しています。はい、私は家族間でもっとかっこ感情の言葉を多く語りたい、言葉での交流が必要だと思っていますが、テレビを見てしまったり気恥ずかしい感じもあり、おしゃべりな家族とは言えない状態です。喧嘩をしているわけではありませんが、お互いに考えていることや思いを伝え合うことは大切だと思うのですが、最初にすべき行動、かっこ言動を教えていただけるとありがたいです。という、まあ多分ね、お母様のご相談だと思います。はい。では、皆さんこんな相談されたら自分だったらどう答えてあげるか、どう返してあげるか、一度考えてみてください。ではシンキングタイムスタート。ということで皆さん答えが出ましたでしょうか。まあねちょっとわかりませんっていう方も、まあそれがね自分の一つの答えだと思って、はい、間違いとか正解とかね、このこれが大正解とかっていうのはなくって、すべて、あなたが出した答えが正解ですので、はい、ぜひ。で他のね、まあ私も今から答えるんですけど、私だったりまあね納税日本一の成功能を持つ斉藤ひとりさんの答えを、あ、ひとりさんだったらこう答えるんだなーってね真似するのでもあれ OK ですし、はい、ぜひ聞いてみてください。では、まず私の答えなんですが、はい、何から行動したらいいですかって書いてあったんですけど、なんかひとりさんの教えで人を変えることはできないよっていう教えがあるので、まずこのね相談してくださったお母さんからこういう家庭にしたいんだっていうなら、こう自分からこう思うんだけどっていうのをなんか家族に発信していくのがいいんじゃないかなと思います。はい、でまあ家族なので多分反対されるか、あそれいいねって言われるかどっちかだと思うので、また反対された時はじゃあちょっと自分から自分の思いを喋ってみようとかでもいいですし、
なんか次起きたらこうしようあしようって考えながら、まずは自分から行動していく、ね、自分の思いを家族に伝えてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。で結構そのね、家族の中で会話が少ないって書いてあったんですけど、私の家族も結構会話少なくって、ほとんどっていうか、まあテレビ見ながら少し喋るくらいなのでそれでもなんかうまくいってるので、そんなにね、まあお母さんがこうしたいって思いがあれば、まずはお母さんから行動したらいいと思います。はい。ということで、斉藤、納税日本一の斉藤ひとりさんのことで聞いてみましょう。今回の質問です。私は現在実母と夫、小学6年生の息子と暮らしています。高校生の息子とは別居しています。私は家族間でもっと感情の言葉を多く語りたい、言葉での交流が必要だと思っていますが、テレビを見てしまったり気恥ずかしい感もあり、おしゃべりな家族とは言えない状態です。喧嘩をしているわけではありませんが、お互いに考えることや思いを伝え合うことは大切だと思うのですが、最初にすべき行動、言動を教えていただけるとありがたいです。これはね、まず笑顔、はい、それから挨拶、感じのいい挨拶、うんうんうん、意外とね、あの、はい、おはようございますとかね、はい、いただきますとか、お帰りなさいとかってね、うん、挨拶しない家が多いの、うんうん、で挨拶もないで会話に入るっていうのは、キスもシレックスしようってと同じでダメだと思いますよ、はい、順序してきてそうですやっぱり家族間でもおはようとかただいまとか、そうです、ちゃんとした挨拶ですね。そうです、順序は順序を正しくねそうですね、はい。じゃあそうじゃないとね、ダメだダメだね、そうだね、はい、嫌われるね、うん、嫌われちゃいますね、それがまずいですね、はい、はい、ということですね。基本的な挨拶からスタートしてみたり、笑顔とかね、心がけてみたらいかがでしょうか。はい、ということでした。はい、もうひとりさんの答えっていつもね、短いけどすごく深かったり、あ、そうかっていう答えが多いので、はい、ぜひね、皆さん、も私もね、挨拶とかいただきますとかちゃんと言おうと思いました。はい、では今日の、コーナーいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。はい、また来週も違うお題でね、ひとりさんの生声の答え聞けますので、お楽しみに。はい、ということで、今日もですね、最後まで動画見ていただいてありがとうございます。ぜひチャンネル、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、今日も動画見ていただきありがとうございます。ここからはまなちゃんからの最新情報です。ただいま新商品の前金ご予約受付中です。日本初特許取得成分の連鎖乳酸配合の最先端サプリの登場です。その名も潮流です。ただいまご予約受付中です。皆様からたくさんのご予約をいただいております。大人気のため、いつものようにお一人様ご予約5個までとさせていただいております。お近くのマルカンのお店さん、またはオフィスマイミまでお電話ください。オフィスマイミは健康と綺麗になりたい人をサポートしています。あなたのご予約お待ちしております。